まあ、長崎、まあ、夜景が特徴的な町なんですけれども、まあ、その中で対岸の江戸町と表門橋、出島、そして稲佐山、まあ、こういった長崎の特徴的な景観が一塊のまとまりとなって、まあ、見えてくるような、まあ、そんな計画になるんじゃないかな。